どうもー、ストーンズでーす。元は2、3年ずっと赤でジェルで固めてオールワックスでやってたんですけど、俺あれめちゃくちゃ好きなんですよ。シャンプー楽だから。ジシーが不意に赤にしたいって言ったから、なるべくまあみんなで話してメンバー間では髪色とか被んないようにして選んだ結果この色。シンプルに髪の量がめちゃくちゃ多いんですよ。はい、それでメッシュを入れることによって軽く見える。逆に伸ばしたことがないんで伸ばしてみたいですよね。もみあげを胸ぐらい俺ら全員合わせてもともと映画の撮影で短くしたんで、とりあえず伸ばそうかなっていう。短くする前は金髪でちょっと赤にしてみようと思った。赤にして髪の毛結んでみたいよね。剛君も伸ばしてたし、なんか結んでみたい。そう、ガチッて。なんすか。お仕事の都合で黒にしなきゃいけなくて黒にしました。本当は明るい方が好きなんですけど、当分の間はちょっと長いので行こうかなと思ってますけど、俺今やりたい髪型があったんですよ、はい、パーマかけたいんです。それこそ北斗にパーマかけていいって聞きました。だって北斗パーマいつもかけてるから。気持ち悪いな。なんか最初やった時染めて、で今よりちょっと暗い感じに仕上がって、で切ったんですよ結構。でその切ったことへの感想ばっかで、みんな染めたことに気づいてくれなかった。結構ファンの方々は黒髪は彼の個性だったんじゃないかとか。でも俺昔から染めるんだったら役でっていう風に言ってて、なんでまあ妥当かなって思って。本当に金髪はもうなんか20歳の時にやった舞台で初めて金髪にしてから、それがしっくりきちゃってずっと金髪なんですけど、刈り上げも今ちょっとやめようかなっていうか、黒髪に戻してって人もやっぱ未だにいるし、金髪が似合ってるって言ってくれる人も半々ぐらいでいるんですよ。だからどうすればいいですか。答えて。基本クールめ。ファイズカリアンとかターミネーターだってこうとか。いやこっちやなんでまともなこと言ってこんなの。あとこれ絶対つまんないんですけど、じゃあ言わどんだけつまんないか気になるし、あのみんなの通ってた幼稚園に行く。あ、なんかちょっと面白かった。ちょっと行ってみたい。それこそ俺どうじゃない。犬20匹ぐらい連れて一緒に写真撮る。あんまおもろくないけど、スイカ割り。海外行っていいんだったら、日帰り韓国で旅行プランっていうのにして、俺らは1週間帰る。1週間行くんだけど、でも実はイタリアにいるみたいな。なんで韓国っぽい。よし、で、
あとなんかこれ通るか多分通んないんですけど、普通にあの俺らの地元の友達と一緒に。そうか。俺もちょうど友達かっこいいやついるから。クールなやつか。クールなやつ。自分が持つクールなやつ。あとまあスポッチャ。急に中学生。YouTube でやる。YouTube でやる。YouTube よりなんだ。泳げないんで、水かけられるとどうしても変な顔になっちゃう。苦手意識がある。すごい良かったですよね。でも何年ぶりだっけ。いや初めてだ。これ連載ってマジ。いやそう、すごい話すごいよね。だってこれ週刊、週刊すごいよね。毎週毎週毎週か、すごい毎週だよ。そうです。普通一回でも読んでもらったらすごい。そうか、そうなんだ。それがもう毎週毎週連載ですから。すごいよな。行きたいとこ行けると。まあそういうことにもなってくるかもしれないですし。いやもうちょっとなんか。行っちゃう。もうちょっとなんか喋りたいか。ちょっと喜び合いたい。はい、了解。連載のチェックしてください。はい。はい、ということで以上 SixTONES でした。